痩せる豆乳ヨーグルトの作り方をお伝えします。この動画をご覧いただきますと、とてもヘルシーな豆乳ヨーグルトの作り方がわかるんです。そしてこのヨーグルトを美味しく食べながら、あなたは綺麗に痩せていくことができるんですよ。この動画では私が実際に実演を交えながらお伝えしてまいりますので、ぜひ最後までご覧くださいね。では早速材料からお伝えしていきたいと思います。こちらです。豆乳ヨーグルトの材料1人分です。まずはこのような成分の無調整の豆乳を 200ml ご準備ください。2つ目です。プレーンヨーグルトを、大さじ1杯用意してください。そして今お伝えした材料が全部入るこういった保存容器を準備してくださいね。もうたったこれだけなんです。もうとっても簡単にできるんですよ。ではここから早速作り方、実演を交えてお伝えしていきますね。ではまず作り方なんですけれども、先ほどのこの成分無調整豆乳を容器に入れていきます。でこちらは1人分で 200ml なので、こちらみたいなこうカップがありますよね。こういったカップの、1カップがまだ 200ml になりますから、こちらですね、入れていきたいと思います。で私のおすすめはですね、こちら の九州産の福豊大豆が 100% 使われている、まあ、国産大豆。今までいろんな豆乳で試してみたんですね。作ってみた結果、やはりその豆乳で全然味が変わってきます。で私がもうとにかくもうヒットしたのはこちらの豆乳なので、ぜひお近くにある方はもうぜひぜひ試してくださいね。では入れていきますよ。カチカチと音がするかもしれません。そして今私が気に入っているのはこちらの保存容器、ドイツ生まれ の保存容器の老舗、ウェックと言います。 WECK ですね、ウェックさん。こちらの保存容器すごく使いやすいんですね。で形も大きさもバリエーションがいろいろあるんですけど、見えますか？マークもね、可愛いんですよ。見えるか、こちらよりもこちらやけど、ウェックって書いてあるんですけど、見にくいかな。こちらすごく使いやすいです。なので今私はこちらを2つ持っていて、交互にもう毎日作り変えてるんですね。では早速作っていきましょう。じゃあまずカップに先ほどの無調整豆乳、福豊さんですね、入れていきます。ですね、注ぎ口がドボドボなる、ドボドボ。これ毎回ドボドボ入ってしまって漏れてしまうこともあるんですけど、ちょっと待ってくださいね。ゆっくりゆっくり、見えますか？ここがポイント。はい、これで1カップ200ml ですねを入れていきます。すいません、飛び散りましたが気にしないようにお願いします。はい、今この保存容器に 200ml、まあ、1カップの無調整豆乳が入りました。でここにプレーンヨーグルト大さじ1入れていくんですね。こちらです。でこちらはやっぱり牛乳、動物性からできているヨーグルトなので、今から作っていくその豆乳ヨーグルトと違ってやっぱりカロリーが高いんですよね。でよく日本人の腸にはこの動物性ヨーグルトが結構合わない方もいらっしゃって、こう食べたら下してしまうとか、お腹が緩くなってしまう方もいらっしゃいますから、もしこの動物性のヨーグルトが苦手な方はこの豆乳ヨーグルトに置き換えてみてください。でこちらプレーンヨーグルト大さじ1です。すり切れ1杯ですね。よいしょ、こういう形で入れていきます。でこの材料は1人分なので、もし
まあ、私もそうなんですけども、ご家族皆さんで、ね、召し上がるときは、私はいつもこの2倍の量で作ってます。では今から混ぜていきましょう。無調整豆乳とプレーンヨーグルトが入ったもうこれだけです。でよくかき混ぜましょう。よくかき混ぜたら、このままだとね、もちろんまだヨーグルトではありませんよね。発酵するまで待ちます。その発酵時間の目安なんですけれども、まあ、常温で約8時間そのまま置いておくんですね。そしてしっかり蓋をして蓋します。でこのまま常温で8時間置くと、だんだんとですね、発酵してきて、こうトロントロン、プルンプルンってなるんですよ。すごいですよね。ああ、本当に生きてるんだなっていつも感じます。すごいなと思うんですよね。でこの発酵食品を摂ることで、あなたのお腹の中で、腸の中で痩せ菌と呼ばれるその善玉菌を多く含む食品ですから、こういった善玉菌が増える発酵食品を上手に摂っていただくと、あなたは本当にね、綺麗に痩せていくことができますから、ぜひぜひ毎食の食事の時に、まあ、こういった豆乳ヨーグルトであったりデザートにつけてもいいと思うんですね。そして固まってきたらですね、そのまま放っておかずに、固まってきたのを目安に冷蔵庫で保存してください。でそんなに保存期間持ちませんので、やっぱり食べきっていただきたいと思いますね。1日2日かけても食べきった方が良いと思いますし、また非常にこう暑いお部屋に置くのも危ないと思いますから、くれぐれも保管保存の方には気をつけてくださいね。はい、できました。さあこの豆乳ヨーグルトは、先ほどのこの動物性と違って、もうとにかくカロリーも低いですし、コレステロールもゼロなんですね。でまた豆乳が持つその、まあ、大豆タンパクがあなたのその空腹をですね、抑えてくれる効果もあったりですとか、サポニンという成分が脂肪のね、燃焼も手伝ってくれますから、もういいことたくさん。でプラス今このヨーグルトを作る時に、種菌として動物性のこのプレーンヨーグルト、一番最初はこちらを使いましたが、2回目以降はこの動物性買う必要ないんですよ。先ほど作って出来上がったこの豆乳ヨーグルトが次回の種菌として使えますから、次の2回目からの材料は豆乳、無調整豆乳ですね、 200ml、 1カップに対してこの豆乳ヨーグルトを大さじ1で OK です。さあいかがだったでしょうか。この痩せる豆乳ヨーグルトで、あなたの痩せ菌、善玉菌をどんどん増やしていただいて、きれいに痩せていきましょうね。そしてこのチャンネルでは、このようなさまざまな健康法や腸活をお伝えすることで、女性の方が健康的できれいに痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただいて、どんどんご参加ください。私とても励みになっておりますし、嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。